はい、皆さんこんばんは。今日はですね、2001年に、ちょっとうるさいかな。ちょっと待って。はい、ということでね、2001年に、クイズタイムショックっていうのが何十年ぶりに日本でもね放送されて、2001年の4月ですね、僕はちょうど小学校6年生で新学期上がる時、またねメガネの先生が2年ぶりに僕の担任になって、最後 の僕たちの担任を務めてくれた。そしてその年はアメリカ同時多発テロが 9.11 がありまして、世界がですね悲しみ包まれた中、2001年ではですね野獣先輩がデビューした年でもありましたね。何かのなんとかの冬の夢みたいな感じの、タイトルですね。はい、であの方っていうのは、僕たちと違ってね別世界なんで、あっちの世界なんで、でもこうオナキン界は優しいのでそれを受け入れてあげたわけですよ。うん、かわいそうだってことで、うん、決してこっちはそういう国じゃないんですけど、まあ背景はそっちの国は、どこの国も受け入れてくれなかったんですけど、オナキン界が唯一野獣先輩はいいよって、うん、あとまあね、それから出てくる木村くんとか遠野くんとかね、あその時出てかもう一緒にね参加したんです。まだ素人だったもんで、ね、どっちもね、あとうん、でその時はですね、クイズタイムショックが中山秀っていう群馬県出身のアナウンサーね、いいアナウンサーだったんですよね。あの人も例えばおじゃまんぼうとかもう覚えてます。あとあれやってた、早く言えば今朝やってる、今ビビる大きになりましたけど、今ポンになってその前かな、ラジカルとかの司会やってた人ですね。で中山秀と、あとなんだっけ、巨人の黒田と結婚した、あれ黒田だったっけ、あ違うか、新山千春って誰だっけ、新山千春でしたね。でそれが二人でこう司会でタイムショックって、加賀武史が支配人みたいになって、僕の時代は加賀武史が支配人で司会が中山と新山千春でした。まあ、新山千春のセブンイレブンいい気分ってラジオから流れてくるのを聞くとね、当時テレビの CM2000 年とかよくやってましたけど、僕よくその時セブンイレブンめっちゃ行ってたんで、もう1年間の最多記録を塗り替えたんで行ってたね。まあ、新山千春の声聞くとセブンイレブン懐かしいですね。なんかセブンイレブンのそばとか食べたくなるなみたいなね。でその時にタイムショックで、対決したんですよね、4つの番組っていうか4つのチームが、それを僕はですね夜の9時にちょうど帰ってきたんですよ。暗い中4月だったんですよ。その時ちょうど平成、オールスター感謝祭っていうのを島田紳助が司会でまだやってて、で違う10チャンネルでタイムショックやってたわけですよ。でタイムショックをなんかやっぱりみんなに聞いたら、タイムショックって昔もねやってたんだよって聞いた時に、あこれって今始まった番組じゃないんだって聞いて、それ懐かしかったですね。であの時は暗い中帰ってきて、9時頃家に「はあただいま」ってついて、でテレビをつけたら たまたまやってて、あじゃあこれ見ようかなってなって、それで小学校6年生だったんですけど、ではみ出し刑事チーム、そしてこっちが何だっけ、下北沢空手部、そして3番目が、あれはね、オナキンチーム。ね、オナキン会から来た。日本のテレビで出演したのが、あれが最後でしたね、最初で。あ、最初じゃなくて、最後でしたね。で、それから、次がですね、誰だったっけ、一番右が、あれですね、スーパーマリオチーム。ねえ、これ豪華でしたよ。で、スーパーマリオチームは、キノピオ、マロ、ジーノ、キノピオマル G のマリオでしたね。で、はみ出し刑事が柴田恭兵、風間徹、あとは、誰だっけ、工藤っていうのがいてね、あと、役でね、志村っていうの人かな、であと、わはは本舗の、梅垣さんですね。はい。で黒谷さんもいましたね、黒谷友香さんも。で、それでオナキンチームがオナキンスカイウォーカー、もちろんオナキンスカイウォーカー、そして、オナワン、そしてですね、ルークは
あの時やっぱ活躍もしてなかったんで、代わりにですね、出たのが、もう分かりますよね、あの時オラキン選手権2年連続準優勝してた草村さんです、はい、でこの 4人でそれで、オラキンチームはそれで、それであの下北沢空手道部は、野獣先輩ね、本名が何だっけ田所さん、そして次は東野、それから後輩のでそれであの木村ですね、はい、木村はちょっと生意気でしたね、天下に似てるちょっと風貌が、でそれで競ってタイムショックでん、はい、ティンティコティンコティンコティンコティロリ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 ロで最後のね、最後の一騎打ちになったのが、野獣先輩チーム対、野獣先輩チームで、ね、下北沢、空手道部チーム対、やっぱりね、はみ出し刑事チームだったんですね。で最後はみ出し刑事は負けちゃったんですね。で下北沢のあのだから今動画にも上がってますけど、あれが全問正解したすごかったですよ、野獣先輩、田所先輩ね、あの人が最後、うん、答えて、でも最後なぜかトルネードになったっていうね、うん、でなんか左の方から変な人が出てきてね、なんかあのなんだっけ、あの水曜どうでしょうに出てくる安田くんみたいな人が出てきてね、こう割り込んじゃって、で後からね、あのちょっとカメラマンにね、あのすごく怒られたそうです、はい、でなぜかね炎が上がったっていうね、トルネードの時に であれか、あの2001年の4月が野獣先輩のデビューでした、まさにテレビデビュー、あのタイムショックでキャラクター国にも火がついて、で年賀のデビューで野獣先輩はテレビに出た後すんごいもキャラクター国からもうオファーが来て、うちの国にぜひ みんなの国にちょっと観光で来てくれってなって、すごかったですよ。でも野獣先輩すごい期待されてたんだけど、まさかすぐ出ちゃう人だとは思わなかった、みんなね、うん、だからソーローボーイとかってね、一時あの汚い名前がついちゃったんですけど、うん、だけどね、あの野獣先輩の鮮烈デビューでしたね、全問正解だもん、全部全問だよ。だから柴田恭兵もね、なんか言葉が出なかった、柴田恭兵さんあんま喋んないんだけど、風間徹さんがなんかヒデさんにマイク持たれた時、いやすごいっすねあの人って、うん、本当に日本の人なんですかとか、そうでなんか知らないけどブリーフ、白のブリーフ一丁で登場してね、うん、ちょっと放送禁止ギリギリになったんだけど、途中でちょっとね、あのニュースに切り替わったからちょっと危なかったですね。で、あのですね、ナイターがやってたんですけど、視聴率が一番高かったです。日本だとそうでもなかったんですけど、10% 前後だったんですけど、キャラクター国でまだ放映されてて、日本のテレビで、あの時珍しかったですね。日本のテレビはキャラクター国で放送されて、ちょうど野獣も出てたし、あとマリオも出てたし、オールスター、オナキン選手も日本に行ってて、で番組で、あの番組出た。たまたま4人は、なんか日本に PR しに行ったんですよ、あの時ね。その時たまたまタイムショックに出てくれってスタッフに言われて出たんですね。その時ね、キャラクター国の視聴率が年間10位以内に入りました、あの番組、タイムショックが。で、今キャラクター国でタイムショックが、今ね、ブームになってるんですよ。なんかね。うん。あの2001年野獣が4月にデビューした、あの番組覚えてるよってね、そう。タイムショックだろうってみんな言ってます。はい、日本の番組でタイムショックって結構キャラクターで有名なんですよね。うん。一時このポーズも流行ったんですよ。あの21世紀からね、この指をこう銃のように突き出して相手に、タイムショック。ハンバーガーの店員さんにもやってましたけどね、あの黒人みたいな人、タイムショックって、ハハハハ、ノーノーハンバーガープリーズって言ってましたけど、はい、冗談だよってことですね。でもね、あの番組僕もね9時に帰ってたまたま見てた番組なんですよ。でタイムショックって僕もあの時初めて知って、これからドラクラ目視録で任天堂64のソフト入れてゲームしようかなと思ってて、夜からね
だからそしたらちょうどたまたまね、なんかクイズ番組やってて、これ昔もやってたんだよって言うから、あ、昭和もやってたんだこういう番組って言って、背景は復刻版みたいな感じかなって見てたんですけど、僕クイズ未了にあって、ミノモンタさんのが僕の時代でしたから、2000年のさ、あの時のミノさんはね好きでしたね僕は、うん、思いっきりテレビとかでもね、あの、あの時杉谷重先輩がオーナー金からオファーを受けてね、期待されたんですよ、新人として。背景は巨人で言えば、あの時安倍が出た時かな、安倍晋之助がちょうど出てすぐ打ったんですよね、ヒットをね。覚えてます覚えてます、ナイターも見てましたから。安倍が出てきたのと野獣先輩で大体同じぐらいでしょ。いや、安倍の方がちょっと早い。安倍晋の方が。野獣先輩が出てきた時は、モナキン選手権も、こいつがエースだな、次の絶対エースだってみんなから期待されてて。まさかあんなすぐ出るとは思わなかったじゃないですか、みんな。で、だから初出場した時はみんながっかりしましたね。もうがっかりしすぎて、もう批判もなかったですね、あの時は。もう落胆、で、あっちの世界のっていうのは大体知ってましたけど、あっちの世界だからこそ強いだろうってみんな期待したんですね、逆に。だけど、ダメだったんですね、全く。それからいろんなパロディーを作るね、なんか、動画でね、上げられちゃって、それからね、結構、いじくられちゃって。今、野獣先輩も一部のファンからまだ人気が根強いんじゃないですかね。あのデビューがすごかったから。だってクイズ全問正解したの一問も間違えなかったんだから。パーフェクトで優勝だから。というか野獣だけだよ、野獣だけが。遠野とか木村は何回かミスったけど、最後はね、二人が立ち上がってね、こう、すごいっすよ、ね。トンネルのとこずっとこうやってのめり込むように見てて、二人が。最後の答えたらもうすごかったですよね。はみ出し記事の柴田恭兵さんなんかもう椅子にもたれかかって、もうすんごい拍手ですよ、こういう。地味なこう拍手ね、こういうふうに。そう。参ったって感じでしたね、みんなね。で、オナキン選手なんかももう言葉はなかったですね、ただ、オナチカがコメント、ね、中山秀さんにマイク向けられた時、最後の方ね、帰りいいように。あいつ絶対これから育ちますよって言って。そう。野獣先輩がなんか変な言葉返したんでね、もう育ってますよって。そしたら、オナキン近いから。まあ、許してやるって言ってね。まあ、部活動頑張れよって、空手部。ちょっと生意気でしたね。で、それで、マリオチームは、かなり間違えましたね。てか、ポカしすぎ、あれは。ジーノなんかだって、あれだもん。北海道のシコタン幅前とか答えろって、4つの答えろっていう問題がなんか出てきたときに、なんて言ったんだっけな、あれ。奄美大島とかって言ったからね、普通に。あと、なんだっけ、鳥島とか意味不明なこと。あとなんだっけ、小笠原諸島とかね。あと、津島山猫とかって言った時は、もうみんなが大爆笑してましたけど。それ猫やんって。猫言ってどうすんねんって。あと、なぜか、ちょっとね、なんかね、おかしな答えめっちゃ言ってましたね。だから一つも当たんなかったし、四股単、幅前。なんだっけ。俺も忘れちゃった。北海道のね、ほらあるんですよ。今日本の領地になってない。なってるか。わかんない。どっち。北海道のとこ。なんかね、本当にマリオ、